皆さんこんにちは。10月28日より行われている日本シリーズ、今年は阪神対オリックスの関西対決となり、関西チーム同士が日本シリーズで戦うのは59年ぶり。経済面も含め関西では大盛り上がりしており、どのような展開となっていくのか注目を集めています。そんな日本シリーズを中日の監督立浪和義監督が主張していたことを先日の取材で答え話題となっています。今季2年連続の最下位に沈み、苦しい日々を過ごしている立浪監督、日本シリーズは頂上決戦。その試合を見た立浪監督もいろいろと考える部分があったそうです。一体立浪監督は何を感じたのでしょうか。そこで今回は立浪監督が日本シリーズを見て感じたものについてご紹介します。昨年2016年以来6年ぶりの最下位が確定し、今季は A クラス浮上を目指した中日ドラゴンズ、しかし開幕前にロドリゲス選手が亡命、得点力向上のために獲得した外国人選手も開幕から成績不振に陥り、昨季同様に得点不足が原因で前年の覇者ヤクルトと最下位争いを繰り広げます。日本ハムから宇佐美選手と斉藤選手、西武から川越選手をトレードで補強するも最下位のまま後半戦に迎え、8月に入ると球団ワースト記録のビジター14連敗を喫し、5位とのゲーム差を大きく広がり、8月30日に早くも優勝が完全消滅。さらに9月10日にクライマックスシリーズ出場チームが決まってないにもかかわらず、両リーグ最速で3年連続の B クラスが確定し浮上とはなりませんでした。10月3日の最終戦も連敗を喫し、翌4日の試合でヤクルトが阪神にサヨナラ勝ちを決まったことで球団初の2年連続最下位が決定。また79年ぶりに4連勝を挙げれないなど、ワースト記録を次々と作ってしまいました。それでも来季の続投が決定した立浪監督、ファンからは当然多くの批判が殺到しましたが、決まった以上は来季しっかり戦ってくれと檄を飛ばすファンも。現在秋季キャンプで選手の意識改革を行い、来季浮上に向けていろいろと考えを巡らせています。そんな立浪監督ですが、先日名古屋球場での秋季練習後に取材に対応。日本シリーズについて、見ましたよ、阪神村上、オリックス山本の両投手いいので、まさかあんな展開になるとは思わなかった。野球はピッチャーだなというところで、山本は調子のいい悪いがあったんでしょうけど、村上のコントロールというところはね、大事な場面でインコースもいけるし、あの辺は大きいですねと、阪神が8-0で快勝した日本シリーズ第1戦について語り、話題となりました。日本シリーズ開幕戦で今季3年連続投手4冠を獲得し、日本を代表するエースとして君臨する山本由伸投手を見事打ち崩した阪神タイガース。その阪神に中日は今季9勝15敗1分と大きく負け越しました。タイガースの強さについて問われた立浪監督は、投手が相手に流れを渡さないというところが一番だと思います。そこに二遊間の守備の強化もありました。全体的に見て巨人やヤクルトみたいにすごく迫力があるってことはないんですけども、やっぱり 1,2 番は粘りもあるし、非常にいやらしい。クリーンアップが爆発的な数字を出したわけでもないですが、あれだけペナントレースでダントツで走れたというのは、機動力も含めうちに足りない部分もいっぱいあるので、これだけ差がついていると思いますと分析。確かに阪神打線は非常にバランスが良く、破壊力が高いというより確実に点を取りに行く日本特有の野球を展開し、チームを勝利に導いています。投手や守りも素晴らしく、1点を守り抜く野球、これは中日ドラゴンズも見習わなければいけません。今季の中日は打線がチャンスで打てず、そもそもチャンスメイクができない、しかもエラーも多くて投手に負担がかかる、そういった野球をやっており、これでは勝てません。選手の技術の差、監督の勝負どころでの采配の差が今年の成績に反映されているのでしょうね。ですが来季こそはドラゴンズの飛躍につなげなければなりません。バッターも打率が2割4分でも、その2割5分の1本がどこで出るか、そういうところをうちのチームは特に追求しないといけないと思います。2割2、3分でも試合決めるところで打ってくれる選手ってすごく打ってるように思えるし、そういう選手が増えてこないと点も入らないと思います。この2割2、3分でも試合決めるところで打ってくれる選手ってすごく打ってるように思えるというのも理解できますよね。例えを出すと、今年オリックスの優勝に大きく貢献した中川圭太選手、彼は今年の打率
2割6分9厘本塁打12本の成績なのですが、得点圏打率3に2で勝負強く、打率の割に非常によく打つ印象を持っています。優勝したオリックスは、実は今年は長距離砲と呼べる選手がおらず、チーム本塁打王は森選手の18本、実は中日の本塁打王細川選手より少ないんですね。トータルで見ればオリックスの方が多いんですけど、その代わり勝負どころで間違わない投手で守り抜くを徹底しており、それが勝利につながっていました。ある意味オリックスは中日が目指すべき形なのかもしれません。勝負強さが中日の最重要課題だということは誰よりも分かっている立浪監督。中日は11月1日から20日まで名古屋球場を中心にバンテリンドーム、熱田愛知時計120スタジアムも使用して秋季キャンプを行う予定で、投内連携や内外野の連携、重投防止など今年隙を突かれたことが多かったので、そういう意識づけも含めてやっていかないといけない。あとはシートでケースバッティングですよね。実践的な練習を重ねて逆襲への足がかりをつかむつもりです。このように日本シリーズを見て改めて力不足を感じた立浪監督。ただ日本シリーズを見てそう感じたのは立浪監督だけではありません。今季中日の先発の柱として活躍し、将来のエースとして期待されている高橋選手も日本シリーズを見て様々な思いを感じたのです。僕一塁側の一番前の席で見たんです。だからコースは分かりませんが、球筋は分かります。前回 CS もそうでしたが、僕は悪いと思わなかった。だから打たれた理由はレベルが違いすぎて僕には分かりませんとコメント。高橋選手も山本選手と同じタイプで150キロ台中盤のまっすぐで押し、スプリットで三振を奪う投手。この日山本選手が打たれたことは高橋選手にとって理解が追いつかなかった様子。まっすぐが悪いからスプリットも振ってくれないんだなと受け止めます。打者はスプリットって分かって見逃すことはないと思うんです。まっすぐだと思ってスプリットを空振りするんですよ。ただこの日岡田監督は打線にフォークを捨てろ、まっすぐを打てと指示を出していたそうです。シンプルにまっすぐを打つことやろ、それができるように練習で技術を磨くんやんか、フォークの打ち方を教える打撃コーチはいてないからとは岡田監督。ただ高橋選手はスプリットと分かって見逃すことはできないと話しており、両者の考えに違いがありますよね。投手はいかにストレートに偽装するかが目指す道であり、打者はそもそもフォークを打とうとは思いません。それなのにこの日の山本選手はフォークで空振りを取れず、ストレートを痛打されました。信じがたいが現実に起きたわけです。速い球を打つ中日の打者が最も苦手とすることを平然とやってのけた阪神打線。この頂上決戦を見届けた高橋選手はかなり刺激にもなり、考える時間となったことでしょう。自分たちではあの舞台に立てない、そう考えた時間だったかもしれません。ですが中日の目標は当然ながら優勝、日本一です。長年低迷しているチームを再び浮上させて日本シリーズの舞台に進むことができるのか期待ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。